皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の28日、金曜日ですね。時間が日本時間の午後の9時24分ということで、この間まあ10時過ぎになってるたんですけど、久しぶりに、早めに、放送開始ができました。今日のワイワイニュースライブの通算回数ですけど、2804回目ですね。そして今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、明日ですね、土曜日、6月29日午後、開催予定の第21回ネッコ勉強会、このテーマ、ノンフィクション作家鬼塚英明氏が残した全く新しい経済学、共生経済学を我々が創造するためにということで、いくつかの、ポイントをですね、今日は取り上げたいということですね。ということで、今日の金曜日の放送を始めたいと思います。最初はですね、昨日木曜日の放送のメインテーマ、7月21日投開票の参議院選の最大の争点は、安倍晋三ら改憲勢力による改憲イコール憲法破壊を可能にする3分の2議席確保を我々が阻止できるか否かであるということなんで、それをですね、YouTube 向けの表紙にしてくれたんですね。このように、現有の勢力ですねが背後にあって、我々が3分の2絶対取らせないと。この放送の中でも言いましたように、武蔵とかですね、あるいはグローリーとかなんかいう正体不明の州票専門商社のプログラム改ざんによって、不正選挙が行われるという可能性が大きいんですけど、それがなければですね、3分の2再度参議院で、自民党プラス公明党が獲得するってことは100%不可能なんですね。なぜかというと、そのためには、東京新聞あるいは毎日新聞が指摘してますけど、3分の2以上の議席を取るためには最低86議席を自民党と公明党が取らないといけないと。いうことなんですけど、今回の参議院選で、再選挙される、現職の公明党と自民党の国会議員の数が85名なんですね。86名か。ということは、再選される人が自民党と公明党の国会議員、参議院議員で全員が再選されても1名足んないということなんですね。それでこれほどの悪行を繰り返している安倍自公ファシスト政権がですね、86席、6議席も参議院で圧勝するってことはありえないですね。ということで、ほぼ不正選挙がなければ3分の2の議席確保できないということで、衆議院は3分の1以上持ってますけど、憲法改正の国民投票の発議にはですね、衆議院と参議院が同時に3分の2以上の議席を確保すると、獲得するということがないと発議できないんですね。衆議院だけでは発議しても効力がないと。ということで、安倍が、あらゆる手段で実現しようとしてきた、この間、憲法改正という名の憲法破壊、これは事実上不可能になったということなんですね。そうすると、当然ながら彼は前回と同じように政権をぶん投げるんですよね。突然退陣するというふうになるんじゃないですか。
ですから我々は3分の2の議席を絶対確保させないということだけではなくて、与党で53議席も取らせないということで、参議院が245議席、今回の選挙からなぜか3議席増してんですね。要するに、自民党公明党に有利なように議席を3議席、増やしたんですね。245ということで、過半数が123ですから、123議席を取るためには与党公明党自民党で53議席必要だということで、ですから53議席取らせないと、過半数割れにすると。そして隠れ与党の維新の会があるんですね。これが現有でですね、13議席を持ってるんですね。でも改選議員が昨日の新聞に載ってました。改選議員が6ですから、7名ですよ。7名、ですから公明党、自民党公明党、それから隠れ与党の維新合わせて、53議席ですから、取らせないとこういうことが絶対必要なんですね。ということです。今日の最新のお知らせで、今言いましたように昨日のメインテーマの表紙ですね。このように、なりました。で、現時点での視聴者数はツイキャスが377名様で、 YouTube は少ないですね。173ということで、現時点で550名様ということです。そしてご案内が遅れましたけど、明日土曜日6月の29日午後5時から7時なんです。今までは3時5時だったんですけど、2時間ぐらい遅らせまして、午後5時7時に第21回目の根っこ勉強会を開催すると、そしてライブ中継しますということなんですね。で、テーマは先ほど言いましたようにノンフィクション作家鬼塚秀明さん。鬼塚さんは3年前ですね、2016年の1月25日にがんで亡くなったんですね。3年前。で、彼が残したユダヤ経済学を捨てようと、全く新しい日本初の新しい経済学、彼が名付けた共生経済学を作ってくれよという遺言を残したんですね。で、それを受けて我々がこの共生経済学を作ろうと、創造しようということが明日の根っこ勉強会のテーマなんですね。で、パネリストとしては、まあ私とそれから天野さん、経済政治研究家&ファイナンシャルプランナーと、それから大津恵子さん、理学療法士市民運動家ですね。私のタイトル、ネットジャーナリスト市民革命家ということで、市民革命家という名前をですね、名乗ろうというふうに決めました。そして新しく、三住忠さんという、三一書房に長年いたベテランの編集者ですね、250冊ぐらいの本を、三一書房の時に出版したという本当のベテランの編集者で、現在は編集工房作というものを経営してるんですね。で、彼はさまざまな市民運動に関わっている市民活動家と市民運動家ということで、この4名で明日の第21回目の根っこ勉強会を開催するというご案内です。前日のご案内になりましたけどということですね。で、今日のメインテーマは明日のこのテーマに沿って、まあ、叩き台になるようなポイントをいくつかまとめたということなんですね。ということで、今までのところをアップしますね。
118。それと現時点での視聴者数、それと明日の根っこ勉強会のご案内と。そうですね。ということですね。で、次に今日の一言ですけど、昨日これ取り上げたんですね。山本太郎議員の一言と。これ非常に重要だと思うんで、今日再掲しました。あえら記事、山本太郎議員、誘われたら安倍内閣の財務省にと。自民と組む条件はということですね。これは6月19日のあえら .com にこのインタビュー記事の内容が載ってんですね。そっからの抜粋ですね。自民党が本気で減税するというならばそちらに乗りますと。何が何でも野党陣営ということではないと。我々の政策が実現できるなら手をつなげるところはつなぎますよと。ステップバイステップ、一歩ずつ前進するための一段階という捉え方ですと。で、記者が質問するんですね。原発や憲法をめぐる立場が相容れなくてもですかと、いいんですかと。それとこれとは別の話ですと。すべての考え方が完璧に同じなんてことは家族でも、だから彼はこういう非常にこうなんていうかね、安倍と似てますよね。ああ言えばこういうということで、全く条件が違うことを平然と同じですよというふうに、言い作ろうというのが非常にテクニック的には優れてるんでしょうね。それとこれとは別の話ですと。原発と憲法とそれから減税は別の話なんですって。すべての考え方が完璧に同じなんてことは家族でも恋人同士でもありえないでしょうと。野党と与党で、基本的なところは完全に違ってんですよね。その違いを無視して、減税をしてくれんだったら自民党と組んでもいいですよというのは全くの間違いでしょ。で、我々の政策が実現できるなら手をつなげるところはつなぎますよと。あ、これは言ったんだ。で、全て同じじゃなきゃダメという姿勢は宗教かイデオロギーでしかないと。これも全くの間違いでしょうね。私はこれまでも与党が提出した法案の半分には賛成してますと。だから法案を自民党提案の法案に賛成するかどうかということと、から自民党本体と連立を組むということと全く同じことと言ってるんですね。奇弁ですよね。だから奇弁がうまいんだよ彼はね。
で、減税をやるから安倍政権の財務大臣をやってくれと言われたら閣内に入りますかと、引き受けますよと、いいじゃないですかと、そんな大きな役職をもらえるなら、ただ言いたいことは言いますし、財務省のスキャンダルをどんどん暴きます、だからすぐ罷免されるでしょうけどねと、ああでも副大臣や法政務官じゃお断りですと、要するに大臣になりたいと、大臣病なんでしょうね、おそらくね、彼はね、結局は。で、それに対して私のコメントですね、以上の発言を読むと、山太郎は今の日本が抱える3つの根本問題の本質を全然分かってないことが分かるということで、1、自民党の本質。自民党の本質は何かというと、米国による日本植民地支配のために、作った傀儡政党であると。この本質が分かってないですね。だから米国の傀儡政党と連立を組むってことは野党ではありえないですね。で、野党を名乗って、自民党と大連立を組んでいいというのは、自民党の別動隊ということですよ。から2つ目、安倍晋三の本質が分かってないと。安倍晋三っていうのは何かというと、日本国憲法を破壊して大日本帝国憲法に差し替えると、そして大日本帝国を復活すると、あるいは戦前の天皇制、軍事独裁体制を復活すると、それを無双する国家権力犯罪者なんですね、テロリストなんですね、田臥マフィアのテロリスト、サイコパス、社会的人格破壊者と、そんなやつとなんで連立組むのということでしょう。から3つ目、日本の支配と搾取と棄民の基本構造の本質が分からないと。で、明治維新以降現在まで何が続いてるのかと、日本の支配と搾取と棄民の基本構造は一体何なのかということですけど、天皇教による国民洗脳支配が今でも続いてるってことですね。名前を変えた、いわゆる象徴天皇制という、ソフト路線に、変えたと。本質は変わらないんですね。本質は天皇制、軍事独裁体制、それを甘い、衣でですね、コーティングして、民主的な、平和主義の象徴天皇制に変えましたよというのは全くの欺瞞なんですね。その本質が分かってないと。それから自民党の独裁政治と軍拡による、軍備拡張による国民資産の搾取ですね、いわゆるアベノミクスは典型的な国民資産の搾取、横領ですよね。それと棄民、福島第一原発による津波と、それから原発爆発による放射能の汚染、被曝している福島県民200万人および東日本3000万人被爆者を棄民しているということでしょ。そして侵略戦争、侵略国家を目指すと。それから国内では特高警察、特高官警察、特高検察、特高裁判所による国民を弾圧するという戦前と同じような支配構造ですよね。それから大企業、大銀行の独占支配による国民搾取と国民の貧困化、そして棄民と、そして最後に大本営発表メディアによる国民の洗脳と世論誘導と、こういう自民党による日本の支配と搾取と棄民の基本構造が分かってないから、このように、自民党と乗りますよという、とんでもないことを言うんですよね。ということです。今日の一言を、昨日の山本太郎議員の一言を再掲したということですね。
あえらの記事の URL。減税ってことは8%じゃなくて5%にしますよと。本気に安倍が言うんだったらそちらに乗るということなんですね。あいつは何でもやりますからね、目的達成のために。原発や憲法をめぐる立場が相容れなくてもですかと。これとそれとは別の話と。同じ話だろ。詭弁家だよな、山本太郎っていうのは。結局は、ああだこうだ、いいこと言ってると、一般的には評価されてますけど、実はこういう本音のところを聞くと、詭弁家だと。安倍晋三と同じ詭弁家だということですね。なんでこうなっちゃったんですかね。もともとそういう人なんですかね。あるいは途中から毒まんじゅうを食らったからこういうふうになっちゃったんですかね。減税をやるから安倍政権の財務大臣をやってくれと言われたら閣内に入りますかと。引き受けますよと。そんな大きな役職をもらえるなら、ただ言いたいことは言いますよと。言いたいことを、だからすぐ罷免されるでしょうと。でも副大臣とか政務次官じゃ役不足でダメですよと。で、私のコメント、本質が分かってないと。自民党の本質が分かってないと。自民党の本質は米国にしまう。米国のために働く傀儡政党であると。作ったですよ。傀儡政党。そんな自民党と組むんですかってことですよね。それから安倍晋三の本質、サイコパス、社会的人格者、嘘つき、権力犯罪者、憲法破壊者。そして日本の支配と搾取のと、機民の基本構造の本質が分かってないと。天皇教による国民洗脳支配。それから自民党独裁、特高警察、大金庫、これ全部入んないかな。あ、入った入った。これが分かってないということですね。そして、次に、今日の推薦投票、昨日時間がなくて、読まなかったんですけど、今日は石井紘基さんの本ですね。この本の第103回目の朗読ということで、プログラムの15ですね。新しい民間の公共事業勃興策を打ち出すと。これは第4章ですね。構造改革のための25のプログラムの第2節ですね。第2節、権力の市場からの退却の中の
プログラム15です。1ページちょっとですので、1ページちょっとですね、読みますね。現在、公共事業を請け負う全国の土木建設関係企業は約660万社、そこに働く職員は約700万と言われていると。公共事業の廃止によって職を失う、これら従業員に対しては全く新しい社会資本形成の構想に着手することによって職場を提供しなければならないと。インターネット情報化時代に対応し、また高齢化社会に対応し、さらには自然環境の重視と人間性豊かな心の文化を築く社会資本の構想を地方で展開することが必要であると。具体的には教育施設の地方移転推進や医療福祉施設の大々的整備、情報産業への地方への誘導、セカンドハウス建設運動、インターネットを通じた自家菜園の供給など、地方を舞台にした新しい営みを資金面でというより制度面から大胆にバックアップするのであると。税制で言えばこうした事業に対して不動産所得税や、固定資産税を10年間無税化をはじめ、長期休暇制や労働時間短縮など雇用労働政策とも連動した可能な限りの奨励策を打ち出すべきだと。その際こうした施策が地方政府の負担にならないようにするだけでなく、地方によってより大きなメリットを生むための処置を講じたいと。また地方自治体を中心に不要な公共事業施設の撤去と自然回復のための生活事業の展開などを推進すべきであると。こうした事業は社会政策的経費として多少の予算がかかるとしても、従来の公共事業や農業予算の無駄に比べれば本来の豊かさにつながると。国民に犠牲を強いる公共事業に代わるものは、中間搾取なしに地域経済を活性化させる、住民自身の自立した自由な営みを促進する生活事業であると。その一つは地域下水道事業だと。従来のように毎年4兆円も使っていながらさっぱり普及しない利権型の広域下水道でなく、地方自治体に、財政自主権を供与した上で、合併浄化層やコミュニティブランド方針などを組み合わせた地域生活型で推進すれば、急速に整備が進み地域の活性化にも結びつくと。文教福祉医療施設や生活道路の建設にあたっても、地域計画実施費用など全ての面で民間パブリック密着型に改めるなら、早く安く多くが実現し地域経済に寄与するだろうと。これはいいですよね。地域の活性化だから、地域の活性化を基本的に地域を活性化するためには、やはり日本国憲法に一切書かれてない、いわゆる地方分権化ですよね。だからまあ私が言ってるのは、500万人単位で一つの州を作ると。で、日本の人口が1億2500万とすると25の州ができるということで、国連邦国家、その下に25の州があると。その下に各県があると。県はおそらく、10万単位の50万単位か10万から50万単位の県州の下にですね、県があると。県があったり市があったり、県があってその下に市町村があるという構造ですよね。それで重要なのは、ドイツの州制度、スイスの州制度と同じように、徹底的な中央集権ではない、地方分権型の連邦国家を作るということで、各州500万単位で、首相がいて議会が当然あって、そして、裁判所、最高裁以下の裁判所があって、そして、警察があって、検察があると。最高権も 州単位であると。検察があると。
そして各裁判所があると。で、裁判所も日本みたいに、一つの裁判所で刑事、民事、あるいは行政、住民訴訟、あるいは何ですか、特許権等々全部扱うんじゃなくて、それぞれの専門分野の専門裁判所を設けるということですよね。そして、違憲判決を専門にする憲法裁判所を設けるということでしょうね。石森さん、山崎氏の厳しい意見を聞きつつ太郎ちゃんを応援しますと、まあ、そういう方は多いと思いますよね。ということで、何でしたっけ、地方分権ですね、中央集権を破壊すると。そして、税金も税収も地方の州を中心にして、税を配分すると。だから直接税の徴収権を州に与えるということでしょうね。だ、連邦政府に払う税と、から州政府に払う税と、それから直接の市町村に払う税と、3段階になりますかね。ということです。何でしたっけ、今日の先ほどのあれだな、プログラム、石井幸喜さんの本のプログラムの最初のところですね。今日朗読したところですね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、明日土曜日、6月29日午後開催予定の第21回ネット勉強会テーマ、ノンフィクション作家鬼塚秀明氏が残した全く新しい経済学、共生経済学を我々が創造するためにというテーマなんですけど、これに向けたいくつかの、ポイントを記しますということなんですね。で、ポイントですね。1、ノンフィクション作家故鬼塚秀明氏の遺言とは一体何かというと、私は若い読者に言いたいと、危機を恐れない、勇気を持てと、勇気を持って国家のため同じ日本に住む老若男女のために進んで身を投げ出せと、金を買うと儲かるという経済学者がたくさんいると、彼らは日本国家に金を備蓄しろとは決して言わないと、これはアメリカに禁止されてるんですね。だから常に、外貨準備の 2.5% 750トンでずっと来てるんですね。で、毎年100トンの金を日本は輸出してると、これだけ120兆円の外貨準備を持ってても、その 2.5% しか金を備蓄できないと、これはもうアメリカに命令されているわけですよね。で、アメリカは 70% 外貨準備の 75% を金で持ってますね。ロシアとか中国とかみんなものすごい金を 毎年せっせせっせと備蓄してるんですね。ということは金が実際のいわゆる本物の価値があるというふうに認められてるからですよ。日本だけですよ。いつ紙くずになるかもしれない、米国ドルとかユーロとか円とかですね、そういう紙紙幣を持ってると、実物価値のある金の所有をアメリカに禁止されてると、
お湯現状ですよね。何でしたっけ。で、もう一つ、若い読者に私は言いたいと。マルクス、エンゲルス、フリードマン、サムエルソン、グルークマン、こういうユダヤ経済学を捨ててもらいたいと。君たちは二宮金次郎に学べと。貧しい農村の生活をいかに改善するかに一生を捧げた彼の経済学に学べと。経済に道徳を取り入れた新しい経済学を作り出してほしいと。正直に働く人々、貧しい人々、体の不自由な人々、老いた人々を救い出す経済学を作り出してほしいと。美しい国、日本を未来に残すべく努力してほしいと。卑しい経済学にさよならしようではないかと。私は新しい経済学を共生経済学と名付けたいと。貧しくても良いと。共にその貧しさを分け合って生きる経済学の創造を期待したいと。これが鬼塚さんの遺言なんですね。で、ポイントですね。鬼塚氏が言うユダヤ経済学とは何なのかと。マルクス経済学、ケインズ経済学、フリードマンの新自由主義、サムエルソン、あるいはクルーグマンのグローバリズム批判ですかね。これは天野さんが詳しいと思うんで、明日説明してもらおうと思うんですね。それから次のポイント、鬼塚英明氏が言う二宮金次郎の経済学とは何かと。で、彼の言葉ですね、彼が残した言葉、経済なき道徳は嘘であり、戯言であり、道徳なき経済は犯罪であると。かなり過激な、まともなこと言ってますよね。経済なき道徳は戯言であり、道徳なき経済は犯罪であると。から石商以来、石っていうのは積むですね。商っていうのは小さい。小さいことを一つずつ、一つ一つ積み重ねて偉大、大きくなるという石商以来。大きなことをしたいと思えば、小さなことから怠らず努めるがよいと。から近江商人の三方よしと、商売の仕方は売って喜び、買って喜ぶようにするべきだと。三方両得と。から新田開発、心の田んぼの開発、働く人の心の田を耕していく、耕すですね、耕していく意識改革、それを最も優先しなければならないと。から一円融合、世の中には対立するものないと。敵も味方も善も悪も皆一つの円の中に入れて見ることだと。一円となった時初めて成果が生み出されると考えようと。これがやはりあれですよね、相対的に鎖国状態で市の交渉の身分制度の中でも安定した、本当の悪魔のような敵がいなかったという、江戸時代の世の中だから言ってんでしょうね。その後の明治維新以降、いわゆる悪魔のような敵が登場しちゃったという時代の前の、相対的に平和で、敵も味方も一緒になればいい成果が出るよというような考え方が生み出された、いわゆる時代的な背景があると思うんですね。実はこれは私はそういう時代的な背景から出た言葉で、その後のいわゆる何千万人、何億人が第一次世界大戦で2700万人、第二次世界大戦ヒトラーで5000万から1億人で、太平洋戦争で、昭和天皇裕仁の主導した太平洋アジア太平洋諸国侵略戦争で5000万人、こういう悪魔のような敵が登場した時代では、このような
考えっていうのは間違いですよね。だから遠い先のことを考えるものは富、目先のことばかり考えるものは貧乏すると。真の利益は長期的な思考からしか生まれないものだと。これは正しいですよね。から次のポイント、鬼塚秀明氏が言う経済に道徳を取り入れた新しい経済学、共生経済学とは何かということで、まあ私が、提案しようと思うのは新しい指標が必要だと。その国の経済の本当の、性格を浮き彫りにするためには、現在の GDP 国民総生産の経済規模だけでは全然足んないんですよね。で、私が提案したい新しい指標とは何かというと、いわゆるその国の経済が実体経済中心なのか、あるいは金融経済中心なのかと、これですよね。それから2つ目が、その国の経済が平和経済なのか戦争経済なのかと。だからアメリカは世界第2の GDP の経済大国ですけど、第1位か、第2位が中国と。でアメリカはの GDP だけ見てればですね、その本質、アメリカの経済っていうのは戦争経済であると。いわゆる武器を大量に製造し、そしてその武器が外国での侵略戦争とか内戦とか等々に大量に使われて人を殺すということによって、アメリカの軍需産業っていうのは肥え太ってるということですから、アメリカの経済世界第一の経済規模だと、 GDP ナンバーワンだというふうに言ってても、その内実は戦争経済であるということなんですね。ですからその国の経済の本質を、経済の性質を判断する指標として、その国の経済が平和経済なのか戦争経済なのかと、あるいは実体経済なのか、あるいは金融経済なのかと。金融経済というのはまさに、価値を生み出さない金融商品である株とか債券とか国債とか社債とか、あるいは先物とか FX とか、あるいはデリバティブとか、あるいは商品の先物とかというもので、それを売ったり買ったりすることによってその差益を儲けとするんですけど、実際は何の価値も生み出さないんですね。あるものをこっからこっちに移動するだけとこういうことなんですね。移動もしないと、コンピューター上で移動するだけなんですね。で、実体経済っていうのはまさに我々が日々、朝早くから夜遅くまで、従事している、いわゆるものを生み出す、あるいはサービスを提供すると、あるいは医療とか介護とか、あるいは福祉とか等々のいわゆる人間に対する不可欠なサービスを提供するという価値を生む実体経済なのかということなんですね。から3つ目が、まあ石井浩樹さんが言っているように、日本の経済は官製経済だと。官が許認可権とか予算等々を握っちゃってて、官が民間経済あるいは民生経済を圧迫しているということなんですね。から4番目が、健全経済なのかマフィア経済なのかと。いわゆるマフィア経済っていうのは、要するに、裏経済がどのぐらいその国の経済を侵食しているかということも見ないといけないんですね。それから次に、民主的公開経済なのか独裁的秘密経済なのかということで、今の安倍が進めてるのはまさに、独裁的な あらゆる指標を改ざんしたり発表しないと、あるいは参議院選の前には絶対発表しないという秘密、独裁的秘密経済になってるんですね。から次の指標として、国内依存型なのかと、あるいは対外依存経済なのかということですね。国内
依存経済だったら海外へ進出する、あるいは武力でもって外国を侵略するという方向性は出てこないんですけど、対外依存経済の国っていうのは経済的進出、あるいは金融的進出、あるいは武力行使ということにつながるんですよね。で、次に化石燃料依存経済なのか、自然エネルギー依存経済なのかということ、そして地球環境を保護する経済なのか、地球環境を破壊する経済なのかと。で、幸福経済、国民を幸福する経済なのか、国民を不幸にする経済なのかと。で、最後に、人間の尊厳を尊重する経済なのか、人間の尊厳を破壊する経済なのかと。このような10の指標っていうのは、やはり新しい経済学には必要なんだろうということなんですね。そして新しい経済学、共生経済学の10のキーワードとして、私が提案するのは、信用創造とは一体何なのかと、から信用創造特権とは何なのかと、で、信用創造特権を独占するものは一体誰なのかと、から世界の、そうですね、それと世界の支配と搾取と機敏の基本構造とは一体何なのかということで、具体的にはユダヤ教の秘密教典タルムードとは一体何なのかと、からロシアが作成したと言われている世界革命綱領25、これは一体どういうものなのかと、そして秘密結社イルミナティとユダヤ一元支配のための世界統一政府樹立ニューワールドオーダーとは一体何なのかということですね。そして、世界ではなくて日本の支配と搾取の基本構造、機敏の基本構造とは何かということで、明治維新と田伏マフィア、天皇教と田伏システムですね。それからキーワード、欧州ロシア時計とは一体何なのかと、欧州ロシア時計、総資産50兆ドル、約5500兆円の富の源泉とは一体何なのかと。回収ユダヤ、ロシアと国際金融マフィアと何なのかと、これキーワードですね。なぜ学問に権力犯罪学がないのかと、なぜ世界各国で権力犯罪者は逮捕、起訴、訴追、投獄されないのかと、そして、人間社会の絶対価値としての人間の尊厳と、こういうものが10のキーワードだろうということなんですね。そして、日本の現状を知るためには何が必要かということで、アベノミクスとは一体何なのかというアベノミクスの総括が絶対必要なんですね。で、アベノミクスというのは2013年の3月から開始され、現在も継続中と。で、目的はデフレの脱却だと。目標を物価上昇2%にしたが、7年間経過しても一度も達成しないと。で、安倍政権によって積極的財政出動が行われたと。で、2013年から19年の7年間で総額350兆円の財政出動と。から黒田日銀による異次元の金融緩和で、13年から19年まで7年間で総額350兆円の信用創造が行われたと。要するに1万円札をすぐに刷ったんですね。その結果、一体何が起こったかというと、アベノミクスの結果がどうなったかと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9つの結果を取り上げるんですね。で、最初の結果、日本の実質 GDP の成長率、2013年、アベノミクスが、始まった年、2%です。中国が7.8%、から14年0.3%、中国は7.3%、15年
日本は 2.35%、 中国は 6.9%、 2016年、日本は 0.96%、 中国は 6.72%、 0.96 ですよ。日本は17年 1.74%、 中国は 6.86%、 18年 1.14%、 中国は 6.6% で、今年予測 1.10%、 IMF 中国 6.2% と。からアベノミクスの結果に、日本人1人当たりの GDP ドルベースランキング、2013年が26位、14年27位、15年26位、16年23位で、17年25位と下がっちゃったんですね。からアベノミクスの結果3、国の借金、政府債務総額1100兆円と、今年の3月31日現在と。からアベノミクスの結果4と、国の借金の GDP 比率ランキング13年 232.47%1 位、14年 236.07%1 位、2015年 231.26%1 位、2016年 235.59%1 位、17年 237.65% 1位と。2位のギリシャが 181.7% と。アベノミクスの結果5、安倍政権が海外にばらまいた援助金の総額13年から 17年122兆円と。これは長州新聞のスクープ記事ですよね。アベノミクスの結果6、企業の内部留保2017年446兆円たまりにたまっていると。これはあれですよ、小泉純一郎と竹中平蔵のいわゆる今まで、大企業製造業からの派遣は禁止されたんですけど、彼らは規制緩和ということで、大企業工場の派遣労働を解禁した結果、結局今まで正規社員として年間300万400万500万の賃金を払ってた工場労働者が一旦その会社をクビになって、そしてパソナ等々の派遣会社に雇用された形で、そこから派遣されたという形になっちゃったんですね。そうすると今まで500万の年収が250万半分以下になっちゃったということ。この結果ですよ、大量の工場労働者の年収を半分以下にした結果、その利益差額が差益がたまりたまって446兆円までたまっちゃったと。内部留保。アベノミクスの結果7、日銀が資産を膨張させた548兆円と。国債、買い取った国債が448兆円と。それから当座預金が378兆円ということなんですね。だ結局安倍内閣が、財務省が国債を発行して、毎年200兆円の国債を発行して、全て大手銀行、大手、銀行に、民間銀行に引き受けさせ、年間9兆円の利子を払っていると。そしてそれを日銀が最終的に、買い取るということで、国債を日銀保有の国債が448兆円まで膨れ上がっちゃうということですね。からアベノミクスの結果8、日銀の国債に占める保有率ということは 41.14%、 民間銀行が 16.75 ですから、本来は最初国債を政府が発行すると 100% 民間銀行が引き受けるんですね。でも2017年末現在、今もっと高いでしょうね、日銀が買い取った国債の保有率は 41.14% ということで、なんですね。結局
国債を日銀の信用創造で支えているという構造なんですね。で、その結果、国の借金が1100兆円になっているという構図ですよね。そして最後、アベノミクスの結果7、国連機関調査の幸福度ランキングっていうのがあるんですね。2016年か18年、1位がフィンランド、2位がデンマーク、3位がノルウェー、4位がアイスランド、5位がローランダ、日本は58位という、これですよ。これが日本の現実なんですね。ということで、明日の根っこ勉強会のための一つのたたき台として、私が取り上げようということをまとめたんですね。ということで、これをちょっと今日のメインテーマ、砂ずきんさん、太郎陣営に山崎さんのような助言できる人がいないでしょうと、反ロスの安倍義弘さんも今はいないと、そういうことですよね。だから、あと、羽田智子さんなんか、非常に優秀な人がいたんですけど、彼女も去っちゃいましたよね、3年前かなんかにね。ですから、もうほぼ、唯我独尊の、誰の言うことも聞かないという小天皇になっちゃったんでしょうね、彼は。ヒロさん、お茶ですね。からサイダリアさんがお茶が3杯ですね。から石森さん、山崎氏の厳しい意見を聞きつつ太郎茶を応援しました。そうですね、私は黒川さんのオリーブの木の方を応援しますけどね。から砂ずきんさん、ネトウヨのフェイク人攻撃人格破壊がひどく、かっての小沢鳩山攻撃のようだから、陣営のが誰がかがこう言えば小手先をかわせるのではないかと、変な入れ知恵をしたのではないかと、日米合同委員会年次改革要望書に言及しているから絶対にありえないと、自分の立ち位置を忘れているという。そうですね、忘れちゃってるんですよね。土山純一さん、お茶爆10とコンティニューコインが2枚ですね、ありがとうございます。からパワートゥーザピープルさん、山崎さん、山本太郎をもうちょっと穏やかに見守ろうじゃないですかと、いい立候補予定者も集まってきてますと。そうですね、だから立候補予定者含めて、いわゆる彼の独裁的な手法じゃなくて、合議的な体制、民主的な体制、を彼の神道の中で作り上げないとダメでしょうね。からタンさん、コンティニューコイン、安倍はただの回顧軍国主義のイカレ野郎だと、国民地獄まっしぐらということですね。アフターマッチさんがお茶とコンティニューコインですね。から砂ずきんさん、明日の予定ですね、21回目のネット勉強会の案内ですね、いついつしてきましたね。石森さん、山崎康子氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコイン。ヨーヨーさん、コンティニューコイン。カットメンさん、お茶。ヨーヨーさん、お団子ですね。アフターマッチさん、山太郎は天皇卿のアンチ側の役者です。だから分かってやってると思いますと。これはちょっといまいち理解しにくいんですけど、天皇卿のアンチ側の役者ってことは反天皇側だということなんですか。ちょっと分かりにくいですね。砂ずきんさん、お疲れ、これは昨日のあれですね、お疲れ様ですということですね。ということで、鬼塚さんの遺言ですね。
もう1時間、ちょうど1時間経ちましたね。マルクス・エングルス・サメソン・クール。ただ、二宮金次郎の経済学は彼が生きてた時代的な環境条件に規定されてるから、それをそのまま現在我々が住む いわゆる超金融資本主義の世界ではそのままは通用しないと思いますよね。二宮金次郎が生きてた世界っていうのは、まあ江戸末期ですよね。のいわゆる農業資本主義から商品資本主義に移る時期ですけど、まあ封建経済の中で、産業資本主義までいかなかったんですね。だからまあ、二宮金次郎が生きた農業資本主義から商品資本主義に移行する過渡期の中から生まれた経済学と、それから現在我々が住んでる、いわゆる金融経済が実体経済を破壊する超金融資本主義の世界とは全く条件違いますから、そのまま彼の経済学を持ってくるわけにはいかないというのが私の意見ですよね。で、二宮尊徳の言葉、二宮金次郎の言葉。二宮金次郎が本名で、彼が出世して、幕臣に、雇われた時に尊徳という名前が与えられたということらしいんですね。だから二宮金次郎がいいんですよね。彼のこういう残した言葉っていうのは正しいんですけど、それで、鬼塚氏が言う、経済に道徳を取り入れた新しい経済学とは何かと。で、私が新しい指標として、幸福経済なのか、国民を不幸にする経済なのか、あるいは人間社会の絶対的な価値としての人間の尊厳を尊重する経済なのか、破壊する経済なのかと、それをぜひ新しい経済学の中に入れたいということですね。で、近代経済学とは何かということで、これガルブレイスが言ってる言葉ですね。1、マネー研究は経済のあらゆる分野の中で真実を隠す、または真実から巧みに、逃れるために、それが暴露されないようにわざと複雑になっている分野の一つだという。そうなんですよ。近代経済学っていうのは、数式を使った複雑怪奇な理論なんですけど、何のためかというと、
マネー研究の正体、マネーの正体を隠すために複雑、わざと複雑にしているということなんですね。から銀行がマネーを作るプロセスは不愉快になるほどあまりにもシンプルだと。だからここなんですよね。ユダヤ経済学が絶対触れないマネー研究ですよ。信用創造ですよ。それから各国の経済を正しく評価するには GDP だけでは絶対足らないと。新しい指標を導入すべきだということで、私が提案しようとしているのは、その国の経済が価値を生む絶対経済、いや実体経済中心の経済なのか、あるいは金融価値の生まない金融経済なのかと、あるいはその国の経済が平和経済なのか戦争経済なのかと、あるいはその国の経済が官製経済なのか民生経済なのかと、その国の経済が健全経済なのかマフィア、闇の経済が支配しているのかと、4つですね。から民主的公開経済、オープンになっている、あらゆる経済指標等々含めて情報公開されている民主的な経済なのか、あるいは独裁的な秘密経済なのかと。日本は秘密経済でしょうね。から国内依存型の経済なのか対外依存型の経済なのかと、から化石燃料依存型の経済なのか自然エネルギー依存経済なのかと、から地球環境保護経済なのか地球環境破壊経済なのかと。で、国民を幸福する経済なのか国民を不幸にする経済なのか、それから人間の尊厳を尊重する経済なのか日本の尊厳を破壊する経済なのかという指標が必要ですということですね。からキーワードですね、信用創造。信用創造特権とは何か、信用創造特権を独占するものは誰なのキーワード。から世界の支配と搾取の基本構造とは何なのかということで、これはまあユダヤ教のタルムードまで遡らないと分かんないと、遡らないと分かんないと。それからロスチャイド国際金融マフィアと一体何なのかと、それからロシアでの世界革命綱領25項目と何なのかと、イルミナティと、それからユダヤ一元支配の世界統一政府樹立運動とは一体何なのかと、から日本の社会と搾取と貴民の基本構造、これは明治維新まで遡ると。で、明治維新と田伏マフィア、天皇制と田伏システムということですね。それから欧州ロスチャイドとは何なのかと、から欧州ロスチャイドの総資産がなんで5500兆円まで積み上げることができるのかと、普通だったらありえないですよね。から回収ユダヤ、ロシアの国際金融マフィアといったら何者なのかと、からなぜ、学問に権力犯罪学がないのか、なぜ世界各国で権力犯罪者は逮捕訴追投獄されないのかと、なぜ安倍の背後にいる犯罪者、国家権力犯罪者が誰も
逮捕もされず、訴追もされず、投獄もされないで、ずっと権力を維持できてるのかと、こういうことなんですね。ということで、時間が70分47秒ですね。視聴される方が同時期で48名さん、全体で137名さん、コメントが70、あ、50件ですね。ということで、今日のメインテーマはそういうことです。そして、今日のトピックス、国家公務員の夏のボーナス平均67万9100円ですって。2年、あ、7年連続プラスと。これはどういうことなんですかね。庶民がの給料が下がってるという中で、国家公務員だけが、あるいは地方公務員だけが、なんで7年間もプラスになってると。これはもう完全に買収してるわけですよね。国家公務員、地方公務員、全部合わせて450万人。450万人を自分たちの政権維持のために利用するために厚遇してるということしかないでしょ。だからそれを解決するには、あらゆる公務員、政治家、天皇政治家から地方国家公務員、準公務員、すべての年間給与は国民の平均給与と同じにすると。そして、公務員の特権は一切認めないと。こういうのが正しいあれでしょうね。アキさん、コンティニュー公演、今年の春から視聴させていただいておりますということですね。ありがとうございます。から、のこのこさん、お茶バク店、いつも配信ありがとうございますと。安富さんの情報をいただいた方なんですかね、のこのこさん。なんか東大教授で、私が勘違いしてたんですね、のこ、あの安富さんというのは、沖縄の運動活動家の方だと思ったんですけど、東大教授ですね。で、石井紘基さん、あ、これですね、のこのこさん、れいわ新選組の安富、あゆみさんの東大の講義ということで、これですね、娘さんも来てたということで、これ、IWJ の有料のあれなんですね。ですから、後でちょっと中身見させていただきます。これですね、のこのこさんです。ありがとうございます。砂月さん、官製ワーキングプアと、急増する非正規公務員と。そうなんですね。だから正規公務員が厚遇して、非正規公務員は低賃金にしてるという、いわゆる日本のいわゆる正規と非正規の激然たる区別も公務員の世界では常態化してるってことですよね。それと、G20 が今日、明日ですかね、2日間で一体何ができるのかと。世界中からトップを集めて、大阪に集めて、これはもう完全にあれですよ、わざわざこの時期に大阪でやる必要ないわけですよね。これは7月の参院選に向けて、外交の安倍というものを前面に打ち出すために、安倍が意図的にやってることでしょう。でも大失敗するでしょうね。共同宣言が出せないでしょうね、おそらく。彼の能力では無理でしょう。調整なんかできないですよ。これがそうですね。
G20 開幕、安倍首相が首脳宣言できない初の議長になるのかという できても中身のない抽象的な宣言で終わっちゃうと、アリバイ的に。スナズキンさんリツイートしてくれました。安富歩美さん15年10月25日なんだ、没後13年記念の講演会。そうなんだ、10月25日ですよね。2002年ですね、2002年10月25日ですね、殺されたのが。2日後に、国会で、爆弾、発言をするというために国会の事務局にですね、質問内容の書類をその日朝届けるために家を出た、その瞬間心臓を一突きにされて、その提出予定の書類も奪われたということですよね。これは完全にもう政治的な暗殺ですよ。それから K 特別報告者が会見、日本の拒絶反応に驚愕したと、産経新聞。これは何かというと、国連人権理事会で、報告書を出したんですね、日本に関する報道の自由に関して。で、報告出したんだけど、日本政府は一切取り上げないと、拒否したということで、その日本政府の異常な反応に驚愕したという記者会見したんですね。これ他の産経以外は書いてないんじゃないですかね。6月27日昨日の記事ですよ。これ書いたのが三井美奈という産経新聞の特派員ですよね。国連人権理事会で日本メディアの独立性に疑念を示す報告書を提出した 国連のデビッド・ケイ特別報告者は21日ジュネーブで記者会見し、日本政府の報告書への対応についてほとんど拒絶であり驚愕したと述べたと。ケイ氏は報告書は決して厳しい内容ではなく、状況改善を促したものだと主張。政府は私の報告について考え合意できるところがあるかを考えるよりも全体的に拒絶したと、対話はなかったと、報告だけでなく私の理解をも拒絶したと、報告書だけでなく、いわゆる対話、聞く耳を持たなかったということですよね。ケイ氏は言論と表現に関する国連報告者と、人権理事会に提出した報告書で2017年に日本政府に行った11項目の報告のうち、放送局に電波停止を命じる権限となる放送法4条の停止など9項目が不履行だと指摘したと。菅官房長官は今月5日、不正確かつ根拠不明のものが多く含まれ受け入れられないと反論してたという。ひどいねこれね。から米下院移民対策提出法案を、移民対策支出法案を可決と、保護施設や関係機関に4959億円を出すという劣悪な環境に対して、米下院がついにですね、民主党が賛成して、巨額な援助金を、もともとは歩夢さん、助走し始めてから歩夢さんと、そうなんだいうことなんですかね。それからファン・ゴンザレス、絶望的に援助が必要な難民たちが米
全米各地の空港に集まっているって、これデモクラシーナウの記事ですね。26日。これは何かというと、で、共同司会者のファン・ゴンザレスは5月23日にダラス・フォートワース空港にいたと。そこで彼は抑留施設から最近釈放されたばかりの中米からの難民家族らに出くわしたと。ガテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスから来た家族たちは、移民税関捜査員により何のガイダンスもフライト情報も調べる手助けをする通訳もなしに置き去りにされていると。家族らはすでに米国に住んでいる家族と再会できるよう様々な都市へ向かう旅の途中のようだったと。ガテマラ来た家族の場合はほとんどの人はスペイン語も話さず先住民の言語を話していたと。英語を話せる人は一人もいなかったと。手持ちの金もなくアメリカン航空の従業員からの支援は皆無と。数人の空港職員、主に整備作業員などが食料や毛布その他支援品を提供して、中米からの見捨てられた難民を援助しようとしていると述べたと。そうしたシーンは米国全土の主要空港のどこでも見られた。すごいですね、これ。これトランプのあれですよ。錯乱によってこういうふうになってるんですね。だ、トランプ政権非人道的状況に対する懸念にもかかわらず、100人の移民の子供を子供刑務所に戻すという、とんでもないことが起こってるんですね。こっちか。これデモクラシーナウですね。子供刑務所なんですって。から今日の重要情報ですね。安倍首相が参議院に向け消費税と年金問題をごまかすために憲法争点を宣言、予算委員会拒否を棚に上げ憲法議論する政党を選べと。だから安倍が憲法議論をあえて持ち出したということなんだから、安倍に対して憲法破壊、改憲という名の憲法破壊をあなたがしようとしているということに対して徹底的に野党は批判すべきなんですよね。誰も言わないというのは一体何なんだろうね。ということで、今日の放送、金曜日の放送、これで終わりですね。時間が1時間83分ですね、ちょうど。閲覧されている方が、視聴されている方が54名、全体で161名様、コメントが63件ということで、現在、日本時間で夜の10時48分ですね。ということで、今日の放送、これで、終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフト、お茶爆テントといただきました。ありがとうございました。砂ずきんさん、お疲れ様でした。ということで、明日ですね、午後7時、5時から7時、2時間、場所を変えてですね、第21回目の猫勉強会を開催し、ライブ中継しますんで、トランプはロシア領に暗殺されると、反グローバル可能性ありますよね。トランプは、ロックフェラー家で、ロックフェラーの利益代表ですから、あんまりやりすぎるとロシア軍に暗殺される危険性は高いでしょうね。鈴木桂明さんも言ってましたね。鈴木桂明さんも。ということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。またよければ明日ですね、5時7時です。ということで、今日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。